小林優太は、日本の映画監督、フォトグラファー。映画制作団体、ユモレフィルムズ代表、千葉県出身。1985年生まれ、伊手座、映画千葉県出身。2005年立教大学文学部入学。2009年、卒業。その後広告制作会社に入社。2007年に映画制作団体、ユモレフィルムズ設立。 小林裕太を筆頭に大学のサークル仲間3人で設立。ユモレフィルムズの由来はメンバーの名前と固定したイメージにとらわれずユーモアのある作品を作っていこうという思いを込めている。3色から形成されているロゴは真ん中にユモレのホワイト・ユモレフィルムズの初期3人の3色。赤、黄色、それを混ぜ合わせて様々なジャンルの映画を作っていこうと。 する思いを込めている。ユモレフィルムズロゴ映像制作においては、監督、脚本、演出、編集を担当。佐藤翔、小宮林子、畑秀明、米元慎太郎、佐藤達也、南広木、山崎知恵、倉田京介、内見厚、岩見栄恵、香川幸恵橋本ゆ月、山岸綾子、藤井桃代、小山田もな、的場純子、村上恵美子、 倉田京介、矢野信也、高橋慎次郎、竹下香織、平山聖愛だなゆ、畑秀明、富永明、高橋慎次郎、潜水、三和子、三河、久保洋花鈴木美穂、潜水、三和子、鈴木一世、山城綾乃、駒、文香、細井学高木光介、梶原光、三河、鈴上昌、悟早川智子、前川桃子、篠原厚 細井学部かえつめぐみと、富田り森崎博香、高木康介、高橋慎二郎、篠原厚志リ美奈ミ荒井秀幸、河野智美アートリンクイン、横浜赤レンガ倉庫2013イメージソング舞台、泣いてたまるか。テーマ曲2013年に活動を再開した、南式グローブの3代目、パークマンサーのプロモーション動画、アートワークのほとんどを担当している。モデルを、 主に撮影。メガボルトと一緒にアートワークを担当することも多い。ありがとうございます。